14番山崎直樹議員。はい、おはようございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は3点について質問させていただきます。最初に認知症の人と家族への支援について質問をします。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとされていますが、その在宅生活の安定に向けて厚生労働省は今年度から認知症の人と家族を一体的に支援する市区町村への補助に乗り出しました。本人と家族が共に参加し、支援を受ける場を各地で定期的に設けることで、家族の介護負担感の軽減や本人の意欲向上、良好な家庭関係の維持を目指しています。この事業は各市町村で関係機関との連携や相談業務を担う地域認知症地域支援推進員が企画調整を行い、認知症カフェや地域包括支援センターなどを活用して開催し、月に1、2回程度、本人と家族を1組として、2組以上で実施することとしています。事業の例として、厚労省は運動やゲーム、音楽など、認知症の人の希望に基づく主体的な活動や、本人同士の語り合いのほか、家族同士と専門家などとの語り合いによる心理的支援や情報提供の提示を行うなど、本人と家族が共に活動する時間を設けて、他の家族や地域と交流を深めることも挙げています。これら一連の活動として行うプログラムを実施することで、本人と家族が思いを共有し、より良い関係を保って、希望する在宅生活を続けられるようにするとのことです。社会全体で認知症の人と共に生きる共生世界を目指していくことが大事なことだと考えます。認知症は他人事ではなく、自分が認知症になることも懸念されるところであります。森山市では、認知症の人と家族を一体的に支援する今回の取り組みについて、どのような検討をされているのかを、健康福祉部理事の見解を伺います。健康福祉部理事。おはようございます。それでは認知症の人と家族への支援についてお答えいたします。議員仰せの新たな国の補助とは、今年度から地域支援事業交付金の対象として追加された認知症の人と家族への一体的支援事業でございます。これは認知症の人とそのご家族が、認知症カフェや地域包括支援センターなどの活動や話し合いの場を活用し、相互に希望や不安を理解し合う取り組みです。本市は認知症対策に取り組む専門員として、平成26年度に認知症の人と家族の地域における生活の支援体制を整備する認知症地域支援推進員を、平成27年度に認知症の人や家族への早期対応、早期支援を開始する認知症初期集中支援チーム員を設置し、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりに努めてまいりました。認知症カフェはその取り組みの一つであり、現在、地域の方や県域の地域包括支援センターにより、市内16カ所で開催され、認知症の方とご家族の地域における居場所や悩み事を相談できる場所として取り組まれているところです。今回新たに提示された認知症の人と家族への一体的支援事業の実施にあたっては、良好な家族関係の維持に向けて、傾聴、共感、関係調整などができる専門職を確保することなど、いくつかの要件が提示されているため、従来の認知症カフェが新事業に対応できるかどうか、新事業に対応するように体制を変更すべきかどうか、あるいは現在の活動形態を継続し、新事業に対応した認知症カフェを別途立ち上げるのかどうかなどの検討を行う必要がございます。そのため、本市はこの4月から認知症地域支援推進員が市内の認知症カフェに直接出向き、改めて活動の現状や特性を把握するとともに、参加されている認知症の方やご家族に聞き取り調査を行っているところです。調査はまだ途中でございますが、現時点では認知症サポーターがボランティアとして参画する認知症カフェでは、認知症の方とご家族の関係の調整、再構築など、新事業が期待するものと同様の効果が発揮されていることなどが判明しております。
団塊の世代が75歳となる2025年の到来を見据える中、引き続きご家族の介護負担を軽減し、認知症の方の在宅生活の安定を推進してまいります。以上です。14番山崎直樹議員、よろしいですか。14番山崎直樹議員。どうもありがとうございました。私結構認知症についての質問結構何回もしてると思うんですけども、実は私の友達が同じ友達が認知症になってしまいましてね、やっぱり、その状態を見てると質問してはいないとか何とかしてほしいなということもありまして、何回質問させてもらってますんで、今回新しい取り組みとしてこういう形で家族との連携というか一緒にやっていこうということで、多分ね認知症の方が外出されたりするときに家族の方って結構ちゃんと帰ってくれるかとかっていうことをすごい心配されてることがありましてね、そういったことも含めてもうちょっとこう取り組みとしてきっちりしていただいたら、一緒にこの話しながらとかできるのかなというふうに考えてるんですけど、まずはそのならんことが一番大事なことやということで、まあいろんな形で の取り組みされてると思うんですけど、もうちょっと私たちも何て言ったらいいんだろう、簡単に、気軽にこうそのテストが受けられるとかですね、そういったことも含めて検討はされてると思うんですけども、ちょっとだけ説明していただいたらどうかなというふうに考えるんですけど、例えば何だっけ、パソコンを使って認知症の判定をするとかですね、そういったことがあるんだけど、実はそのなかなか私たちが受ける機会がないみたいなところもあるんで、何かやり方が あったらいいかなというふうに考えるんですけども、一つ答弁よろしくお願いします。健康福祉部理事。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、やはり自分が認知症にならないこと、もしくは心配な症状があれば認知症であるかどうか知りたいというのが、お気持ちだと思います。お医者さんにかかるにはハードルが高い、なかなか簡単なキットでございますと、ご自分で受けていただいて思ったような結果が出ないとか、もしくは結果を誤解されてしまうというふうなこともあるかと思います。できるだけ公的に認証されたチャートとか、そういったものを活用した中で、ご自分の中で心配かな、受診する必要があるかな、どうかなとか、そういうふうなこととかね、日頃どういうふうなことに気をつけたらいいのかなというふうなことをお伝えできるように研究してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。14番山崎直君。はい、よいしょ。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問に移ります。次に女性のデジタル人材の実効性ある育成プラン策定について質問をします。デジタル分野は人手不足が続き、今後も労働力を求めるニーズが高まると見ています。 IT 技術者における女性の割合はわずか 19% にとどまっており、政府は女性のデジタル人材の育成は急務であるとしています。また新型コロナの影響で非正規などを中心に減収や失業などで困窮する女性が増える中、今後も成長が見込まれるデジタル分野での就労は経済的な安定につながり、さらに育児や介護をしながらテレワークで取り組めるなど、女性にとってメリットが大きいと考えられます。長野県塩尻市では市と市振興公社がテレワークによる就労支援に取り組んでいて、2010年には事業を開始し、当初年間200万程度だった受注額は、2021年度に約2億5000万に拡大をし、約300人の雇用確保につながっています。そのうち9割弱が女性で、その半数は子育て中とのことです。この事業は、内閣府の専門調査会で幽霊事例として評価をされています。女性デジタル人材育成プランとしては、デジタル分野の基礎知識を学ぶ支援、育児介護で仕事に制約がある女性も柔軟な働き方ができる環境整備、全国各地へ幽霊事例の横展開に向けた周知啓発を柱として、スキルの習得支援では公的職業訓練においてデジタル分野のコース設定を促進するとともに、インターネットを活用した e ラーニングコースの拡充や託児サービス付きの訓練コースも実施していくとしています。
試験ですが、私がシステム開発を行っていた時代では、女性の相手技術者は少数であったと記憶をしています。当時は開発する機械も高額で、個人の所有などが難しいことや、ネットワークの環境も一般的ではなく、在宅でのシステム開発はできない環境でしたが、現在では開発用の機器も安価になり、ネットワークの環境も教育的に進んでいることで、テレワークなども可能となり、働きやすい環境も整っています。森山市においても、希望する女性がデジタルの知識や技術を習得して、就労できるような環境づくりを含めた実効性のある人材育成プランを策定していく必要があると考えますが、総合政策部長の見解を伺います。総合政策部長。はい、部長。それでは山崎議員ご質問2点目、女性デジタル人材の育成についてお答えをいたします。ただいま議員から長野県、塩尻市でのテレワークを用いた女性の就労の取り組みをはじめ、本年4月26日に国の男女共同参画会議において取りまとめられました女性デジタル人材育成プランについて詳細にご説明をいただきました。このプランではデジタルスキル向上とデジタル分野への就労支援という2つの視点に基づき、今後3年間集中的に関係府省が連携してデジタルを活用した女性の活躍推進に取り組むこととされております。本市におきましても、働く場での女性の活躍推進は大変重要であると考えており、先般策定をいたしました第4次森山市男女共同参画計画、また第4次森山市就労支援計画に基づき各種の事業に取り組んでいるところでございます。具体には職場における女性登用、人材育成に係る企業啓発はもちろんのこと、市がマザーズジョブズステーションによる女性のための就労相談、技能取得等の支援を行う滋賀職業能力開発促進センターなどへの斡旋紹介、ウェブ配信等を活用した女性の起業を起こす業ですね、や再就職を支援する学習会、子育てママの再就職応援セミナーの開催などを行っているところでございます。しかしながら、デジタルに特化した女性の活躍推進事業は現在のところ行っていない状況にございます。このことから、今議会で都市経済部が補正予算として計上いたしております民間パソコン教室等でのスキル習得にかかる補助金につきましては、女性のデジタル人材育成にも寄与できるよう工夫をしてまいりたいと考えております。議員ご承知いただいているとおり、今般策定をいたしました森山市版DX 推進方針においては、誰一人残さない、人に優しいデジタル化を基本理念に、DX に向け、精力的に現在取り組んでいるところでございます。その最重要課題であります、デジタルデバイド、情報弱者対策、これを着実に実施してまいるとともに、議員ご紹介の今般、国が策定した女性デジタル人材育成プランを参考に、デジタルを活用した女性の活躍推進について、研究してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。14番山崎直樹議員よろしいですか。14番山崎直樹議員。ありがとうございます。まだちょっと女性向けというのはまだできてないよということなんですけど、結構ね、ソフトハウスとかには女性のプログラマーとか結構ね昔からおられたのは事実なんですけど、向き不向きみたいなところあるのかなという気もしますけど、できるだけそういう人たちを発掘してですね、つきやすい環境さえ作ってあげたらいいかなというふうに考えてますので、よろしくお願いしますということでお願いします。はい、じゃあ次に最後にですね、ヤングケアラーについての質問をさせていただきます。ヤングケアラーについては他の議員も議会質問をされていますが、昨年4月に中学生と高校生、今年4月には小学生を対象にいずれも初めて実施した実態調査の結果を公表しましたので、改めて質問をします。昨年4月に発表されたのは、全国の公立中学校に通う2年生回答者5558人や、全日制高校の2年生回答者7407人らを対象に、2020年12月から2021年2月にかけて、
インターネットで行われた調査の結果です。これによると、世話をする家族がいると答えた割合は、中学2年生が 5.7% で約17人に1人、高校2年生は 4.1% で24人に1人でした。世話をする家族がいると答えた生徒のうち、頻度がほぼ毎日と答えたのは、中学2年生で 45.1%、高校2年生は 47.6% に上りました。平日1日に世話に費やす時間は、中学2年生が平均4時間、高校2年生が平均 3.8 時間、その上で7時間以上との回答がそれぞれ約1割でした。世話する家族の内訳を複数回答で聞いたところ、兄弟が中学2年生で 61.8%、高校2年生では 44.3% と最も多く、また世話する家族がいる中高生の6割は相談経験がなかったとのことです。今年1月には、全国の小学校6年生を対象に、郵送などで調査を実施し、9759人の回答をまとめ、4月に発表しました。この調査では、大学3年生にもインターネットで調査をし、9679人が回答をしています。小学校6年生では、世話する家族がいるのは631人で、約15人に1人に相当する 6.5% でした。世話する家族の内訳は、複数回答で、兄弟が最多で、平日1日に世話に費やす時間は1時間未満が 27.4% と最も多く、7.1% が7時間以上でした。世話する家族がいる児童はいない児童よりも欠席や遅刻、早退をするなどと答えた割合が高く、学業や健康への影響が懸念されています。また、世話する児童の半数以上が特にきつさは感じていないと回答。家族の世話による制約も6割以上が特にないと答えています。この点について、厚生労働省は、支援を受ける必要を自覚していない児童も一定程度いると見ています。家族にどのような世話をしているか聞いたところ、見守りが 40.4% で最も多く、家事が 35.2% と続いています。ただ、これは複数回答の結果であるため、一人でさまざまな世話を担っていることも考えられます。大学3年生では、世話をする家族がいる、あるいは過去にいたのは 10.2% の987人。家族の内訳は複数回答で母親が最も多く、平日1日に世話に費やす時間は1時間以上、3時間未満が 36.2% で最も多く、6.4% が7時間以上でした。今回の調査結果を踏まえて政府は対策として社会的認知度を高め、早期発見へ自治体の訪問事業などを後押しして支援の強化に乗り出し、2020年度から3年間を集中取り組み期間と定めました。対策の一つは、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるために、ヤングケアラーに関する認知度の向上です。中学生を対象にした実態調査では、8割以上がヤングケアラーという言葉を聞いたことがないと回答。国民一般の認知度も低いと見られており、政府は集中期間に積極的な広報を行い、認知度5割を目指しています。また、実態に対する支援も行い、具体的にはヤングケアラーに関する自治体単位の実態調査や、関係機関の職員研修に対して国が財政を支援し、自治体と関係機関、支援団体をつなぐヤングケアラーコーディネーターの配置や、当事者同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの運営もサポート、このほか、ヤングケアラーへの訪問事業も行うとしています。さらに、厚労省は5月14日、学校や自治体などが連携するためのマニュアルを公表いたしました。主体となる機関や部署を決め、コーディネーターを配置することを提言し、
ヤングケアラーの早期発見に向け、問題の解決を深めることが重要だとしています。厚労省が4月に公表した小学校への調査結果によると、ヤングケアラーと思われる児童を外部の支援につないでいない、学校内で対応していると答えた学校が 42.7% に上っています。その理由として、対応の仕方がわからないなどの回答があったため、マニュアルでは関係機関による連携改善の必要性を指摘しています。また、支援計画を立てて、役割分担を明確にすべきと強調をしています。子どもに自覚がない例もあり、本人や家族の考えを尊重しながらのサポートや、行政だけではなく、地域全体で見守ることも求めています。文部科学省や厚労省は、ヤングケアラーについて、日々のケアに多くの時間や労力を割くため、学業不振や不登校、就職機会の喪失など、深刻な問題に発展しているケースがあると見ています。ただ、ヤングケアラーは幼い頃からそうした状態に置かれていることが多く、当事者自らが相談したり、助けを求めることは少ないとされていて、政府は学校などで助けを求めることの大切さを周知していく方針としています。また、家族のために献身する行為自体は尊く否定すべきものではないが、それが原因で自分の将来に希望が持てず苦しむようなことがあってはならない。このため政府は、一人一人が思い描く人生を歩めるよう寄り添う支援に努めるとしています。森山市としてのヤングケアラーへの対策と支援についてどのようにしていかれるのかを子ども家庭局長に、子ども家庭部長に見解を伺います。子ども家庭部長。はい、部長。それでは山崎議員ご質問の3点目、ヤングケアラーについてお答えいたします。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこととされておりまして、中でも食事の準備や掃除や洗濯といった家事、見守り、兄弟の世話、感情面のサポートが多く、そういった家族のケアをすることで自分の時間が取れない、勉強する時間が十分に取れない、ケアについて話せる人がいなくて孤独を感じる、睡眠が十分に取れないといった影響が出てしまうことがあると言われています。議員、仰せのとおり、ヤングケアラーにつきましては、学歴に応じた実態を把握するため、国の委託事業におきまして、令和2年度に中学2年生と高校2年生を対象に、令和3年度には小学6年生と大学3年生を対象に調査を実施されたところでございます。令和3年度のアンケート結果では、中学生、高校生の約 5% が世話をしている家族がいる、またそのうち約 10% の子どもが1日7時間以上世話に費やしているとの回答をしており、このような調査結果を受け、国においてはケアを担う子どもを地域で支えるため、子どもや家庭への支援が包括的に行われることを目的として、ヤングケアラー支援マニュアルが作成されたところでございます。このような状況のもと、本市におけるヤングケアラーへの対策と支援についてでございますが、ヤングケアラーは家族が支える課題が複雑で複合化しやすい現状にありますことから、日頃から欠席が続く子どもの家庭訪問等を通じての学校の先生による気づきはもとより、市内小中学校にて1人1台配備されておりますクロームブックを活用した相談を昨年度3学期から導入しまして、自ら SOS が発信できる環境整備や、子ども、若者、家族の相談窓口の周知徹底、また民生委員をはじめとする
地域の皆様とも連携いたしまして、ヤングケアラーなどの課題を抱える子育て家族の存在に気づく体制づくりに取り組んでいるところでございます。さらにはヤングケアラーの問題についての理解を深めるため、学校園の先生を対象としました研修会の開催や啓発パンフレットを用いての関係機関への周知等を行っておりまして、今後におきましても市広報ホームページ等を通じて市民の皆様へさらなる周知を図ってまいりたいと考えております。また気になる子どもや家庭の情報をキャッチした場合の対応については、これまでから子育て応援室を中心とし情報把握を行う中、学校園、児童相談所、警察署等の関係機関で組織します。要保護児童対策協議会におきまして、情報共有や適切な支援策の検討を行うとともに、複雑化、複合化した問題を抱えた家庭に寄り添った支援を行うため、重層的支援体制等による町内関係機関とも連携を図りながら適切な機関のサービスへつなげているところでございます。今後におきましても、子ども一人一人が学齢期にふさわしい生活が起これるよう、学校園、地域、関係機関とも連携を密にし、ヤングケアラーなど課題を抱える子育て家族へ部署横断的に切れ目のない支援に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。14番山崎直樹議員、よろしいですか。14番山崎直樹議員。はい、答弁ありがとうございました。ちょっと職員の方と話しているときにね、大学生とか大きくなると、そのなんて言ったケアラーの状態やったなっていうのが思い出されるみたいな話をされた記憶があるんですけど、多分私もこう振り返ってみると、小さい頃結構なんかそういうこともあったかなという気がします。で、本人はその時には気づかない状況があって、なかなか、つながらないっていうこともあるんで、どうしたらそのなんて言ったらいいんだろう、それ発見ができるかなということを気にしてます。で、今回ヤングケアラーコーディネーターとかって、そういったその職種かどうか分からないけど、そういった人たちを配置して政府側の支援するっていうような形も考えられてますのでですね、こういった人たちにこうよりこう、張り込んだ形での対応ができていったらいいかなっていう気もするんですけど、まあ、学校では学校でいろんな形での相談窓口、まあ、例えばタブレットで相談してもらうみたいな話もあるんですけど、それで果たして大丈夫かなっていうのがちょっと心配してます。で、できるだけこういった配置できるものは配置していて、まあ、人材確保をですねしていて、発掘っていうか、ね、発掘っておかしいな、発見するっていうことも大事なんじゃないかなと思うんですけど、このコーディネーターの配置とかは考えておられますか。子ども家庭部長。はい、以上。それでは山崎議員の再度のご質問でございます。ヤングケアラーのコーディネーターの配置ということでご質問いただきました。ヤングケアラー支援マニュアルの中ではですね、ヤングケアラーがいる家庭への支援に関しまして、他機関が連携する際に情報の集約、サービス利用調整など、他機関同士の橋渡しができるコーディネーターを配置することによって、円滑な連携を行うことができる旨、記載されてございます。しかしながら、本市の現状といたしましては、いわゆるコーディネーター的な役割としまして、中学校区ごとにスクールソーシャルワーカーですね、SSW さんを1名配置しておりますし、子育て応援室には子ども家庭支援員を配置してございます。それぞれが関係機関とともに連携を密にいたしまして、要保護児童対策協議会、また重層的支援体制で情報共有を行う中で、部署横断的な支援に努めているところでございます。このような状況を踏まえまして、今おっしゃっていただきましたヤングケアラーコーディネーターの配置につきましては、今後国の動向も注視しながら必要に応じて検討してまいりたいと、このように考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。